ボースハンドでシュートを打つ時に、指が左右こうずれてしまうとそれがシュートが曲がる原因になっちゃいますから、そうすると足がこう前後すると出てる足の方の手が前に出やすくなるので、ボースハンドでシュートを打つ時にはなるべく両足揃ってゴールに向かってまっすぐ前後しない。